カッパ園長グッズ第10弾販売開始のお知らせです。日本最高級姫路黒ザンカーを使用、カッパ園長フルオーダーメイド、靖国神社のお守り付き、一生使える人生最後の三つ折り財布。今回はグッズ販売10回記念、サロン制、メンバーシップ制以外にも全員大幅割引、3日間の限定発売になりますので、お早めにどうぞ。はい、どうもカッパ園長です。じゃあ今日最後はね、フランスのこのパリで今結構なこの暴動が起きてるって話はご存知ですかね。といってもあれですよ、ワールドカップのこの結果にね、納得いかなくて、フランスサポーターが暴れてるとか、そういう話じゃないです。いや、その話も大概なんですけども、もうね、ワールドカップ終わってんのに、あの決勝戦は無効だと、けしからんとっていう声が実際にはあって、結構な騒ぎにはなってたかなりかけてたかね、そんな感じだったの。全然そういう話じゃないんで、このクルドの人たちが暴動を起こしてね、なんかこの車とか燃やしたりとかして暴れてるんですよね。うん、でね、これが実はこの今回の件は、これ起きてるのはフランスのパリなんですけど、これ日本も全く無関係ではないっていうことなんですよ。だからそっちが要注意というか要注目なんですよね。あんまり多分どうだろう、普段気にして生活してる方、僕もそこまでじゃなかったんですけども、埼玉県のこの川口とか蕨とか、あの辺なんですよね。ね、このクルドの人たちのなんかね、そういうエリアがあるんですよ。蕨スタンみたいなこと言われてね、うん、聞いたことあります？多分聞いたことぐらいはあると思うんですけども、難民認定を待っている、ね、そういう人のニュースあったじゃないです か、 だからこれを認めちゃうと、もう認められちゃったんだっけ、認定されたんだよな、確かな。うん、いや、だからね、結局移民とか難民とかは、ね、反対するのはこういうことが起きるからじゃないですか。人道的云々っていうのはもう僕は理由にしたらダメだと思いますよ。ね、分かり合えないものは分かり合えないし、ダメなものはダメですよ。うん、で、まあこのね、車が燃えてる、この画像とかさ、うん、これは中東じゃないです。フランスの首都パリのね、PKK っていうこの、なんだろう、組織ですよね。うん、で、この PKK のテロに要は遭遇してるわけですよね。うん、で、これ何を要求してこのクルドの人たちは暴れてるのか。これパリ中心部でこれ銃撃、事件が起きてて7人死傷してるんですよね。で、その攻撃の後、現場に集結していた群衆と警察との間で衝突が発生して、まあ、警官隊がね、催涙ガスなんかを発射して、群衆に対抗していたと。で、このパリ、フランスパリのこのクルド人社会のメンバーの多くが、まあ、この少数派へのこの擁護を渋っているとして、擁護ですかね、だからまあ日本だと何て言うんだろう、何かしらこの権利とか、まあ、だから生活保護みたいな、その類じゃないですかね。っていうのをなんかフランス政府を非難しての、うん、この暴動だったらしいんですよね。うん、で、クルディスタン労働者党でしたっけね、うん、がクルド人の独立国家建設を目指す武装組織で、だからテロ組織ですね。で、クルド人民会議って昔は言ったそうなんですけども、で、この組織が2002年4月にクルド労働者党 PKK からクルディスタン自由民主会議に改称し、さらに2003年11月15日に今の名称になってるんですけども、これらの改称は、テロリスト集団認定を法的に回避することが目的だったって言われてるんでね。だからまあこんなののね、まあ一派って言ったらね、ちょっとなんか言い方きつい、厳しいのかもしれないですけども、いやでもこれは疑ってかかるべきですよね。うん、で、だからこれはPKK、 クルディスタン労働者党、クルド人による独立国家建設を目指す武装組織、だからテロ組織っていう認識で、まあ、合ってるんですよね。で、このフランスでじゃあなんで、っていうのは、さっきちょこっと説明ありましたけど、フランス国内で、確かね、このクルド人が襲われた事件に対する報復なのかな。うん、
そう、このクルドの人たちのこのなんかある施設がこのね襲撃されて、でその報復なんですけども、で日本国内にもさっき言ったようにこの埼玉県ね、この川口わらび、この辺ね、この自治区がこうでき始めてるんですよ。困るんだよな。もうなんかさ、移民難民問題は、ね、世界中で破綻してるってのはもう分かってるんだからさ、いや人道的見地からとかさ、人道的配慮でとか、いやそういう問題じゃないじゃん。もうだってもう国としてね、この存続に大きく関わる、そういう話でしょ。僕はそう捉えてるんですけどもね。だからこのクルドの人が、亡くなった人がいたのかな、犠牲者が出たのかな、でその事件をきっかけに、でも要はもう暴徒化してるわけですよ、うん、いやー日本のこのいわゆるワラビスタン、ね、似たような事件を起こす、要は日本社会のね混乱と崩壊をね目論むやつら、だただでさえ反日勢だらけじゃないですか、日本社会なんてね、いくらでもこの火つけてね、このでっち上げるやつなんているわけですから、ネタは何だっていいわけですよ。日本社会が混乱して、でその造作さで自分たちの都合のいいように作り変えていく、今までずっとそうやってやってきたやつらじゃないですか、うん、あクルドの人たちのこと言ってるんじゃないですよ、日本国内にね救ってるこのあいつら反日勢のことですよ。だからそいつらがね、なんていうの、都合よく利用しますよね、こういう人たちを。うん、まあこのクルド、まあ興味ある人はねググってね、いろいろ個人的に調べてみてほしいんですけども、トルコと、あ場所ではね、トルコとイラクにまたがった、まあ国がなんだ、国なき民族って言ったらわかりますかね。うん、だから結局移民難民をどんどこどんどこね、ついこの間ももっと難民増やせよって言われたばっかりじゃないですか、日本がね。うん、いや絶対断らないとダメですね、大暴れだもん、大暴れ。うん、まあちょっとひっくり返って、なんかトヨタ車がボッコボコにされてるけどフロントガラスが全然割れなくてね、でもこれは宣伝にはならないかな。うん、まあテロっていうよりこのデモの暴徒化かな。うん、もうフランスパリなんかじゃこれ二次調査判事なんじゃないですか。うん、デモなのかテロなのかよく分かんない状況ですけども、これ日本も全然人事じゃないですね。後の日本の姿はこんな感じかもしれないですよ。うん、だってフランスでは暴れて、ね、日本では暴れない、そんな保証どこにもないじゃないですか。うん、いやただでさえだってこういう鎮圧とかさ、ね、やらなさそうじゃん日本政府は。いやー、やっぱり移民難民はね、認定すればするほど国が大きく傾いていく、いやそういう理解がね正しいと思いますけどね。うん、かわいそうとかじゃなくて、まず我々日本じゃないの。でもどういうわけか日本社会、日本政府ね、日本を後回しにするやつらばっかですもんね。いやー怖えなー、ほんと日本国内敵だらけにするつもりかよ。ほんと。そういうつもりなんだな。うん。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。